朗読ロストエフスキー作白痴前回の続きからです用事で参られたそうですけど今もしこちらへ通さなかったら待ち伏せでもしそうな人たちですエフニコライビッチ様お通しなすった方がよろしゅうございますよ それから追い返してやった方が。あちらでガブリエラ・アルダリノノビッチさんやブチーチンさんが言って聞かしていらっしゃるんですけれど、いうことをどうしてもどうしても聞かないんです。バブリシチェフのせがれです。バブリシチェフのせがれです。そんなことさせるものがありませんよ。まったく。とデイベジェフは両手を振った。 あんな奴らの話なんか聞くが物はござんせん。公爵様。あんな奴らのことで心配なさるのはみっともないですよ。まったくでござんす。あいつらには。そんなことをしてやる価値がありません。パブリシチェフさんの息子。おやおや。と公爵は。極度にどぎまぎしてこう叫んだ。 僕は知ってます。だけど僕はね僕はこの事件はガブリギラ・アルダニオノビッチさんに委任したんですからねただいまもガブリギラ・アルダニオノビッチさんがおっしゃっていましたところがガブリギラ・アルダニオノビッチは部屋を出てもう土台へ出てきていたその後からプチーツインがやってきた すぐそばの部屋からは何人かの人の話し声を圧倒しようとでもしているかのようなイボルギン将軍の大声と騒がしい物音が聞こえてきたゴーリアはすぐに物音のする方へ駆け出した「これは実に面白い」とエブゲニー・バーブロビッチが聞こえるように言った。 してみると、あいつは事件を知ってるんだな。と、公爵は考えた。バブリシチェフさんのどの側です。それに、バブリシチェフさんの側なんて、どんな側もないじゃありませんか。と、イワン・フィオトルビッチ将軍は、もの珍しそうに一同の顔を見回し、自分だけがこの新しい話を知らないのだと気がついて驚きながら、 ししそうな顔をして尋ねるのであった誰も彼もが興奮して事の起こるのを待っていたことは事実であった公爵はかような全く個人的な問題が今ここにかくまで大きな関心を一同の者に抱かせるのに至ったことに心から驚異の念を覚えた。 もしもあなたが今すぐに自分でこの事件をお片づけになったらそれこそ本当に立派なものでしょうね。アグラヤは何か妙に真面目な様子をして公爵の方へ歩み寄りながらこう言ったそして私たちはみんなあなたの証人に依らしていただきますわ。あなたの顔にねえ公爵、 泥を塗りたがってるんですからあなたは堂々と自分の身の証を立てる必要がありますわ私たちは前もってあなたのために心からお喜びしていますわ私もまたこんな穢らわしいゆすりが結局肩がついてくれればいいと思いますよと将軍夫人が叫んだそんな奴なら うんんとひどいい目に合わせてやんなさ講爵、手加減なんかなさんな私はこのことはもう耳が痛くなるほど聞かされてあなたのために随分気骨折りましたよもっともそんな奴らの顔を見るのも面白いわここへ呼んでおいで私たちはじっとしていましょうあきらやはうまいことを考えついた講爵、何かこのことをお聞きになりまして と彼女は S 公爵の方を振り向いた「もちろん聞きました。それもオタクで。それはそうと私もその若い連中の顔が見たいですね」<S と S 公爵は答えた「一体それはニヒリストっていう仲間なんですか?」そうじゃございませんあいつらは。 ニヒリストっていうのとは違うんですとレーベジェフは前へ進み出たがこれもやはり興奮のあまり今にも震え出さんばかりであった「へいあれは違うんでござんして一風変わってるんでございますよ。私のおっ子の話ではあいつらはニヒリストよりはひどいんだそうです。あなた様はお顔をお見せになってそれでもってやつらを。 どぎまぎさせてやろうというようなご了見でしたらとんでもないことあいつらは決してそれ式のことでどぎまぎなんかいたしませんのでござんす。ニヒリストもやはりどうかするともののわかったそれに学問まである連中もあるにはあるんですけれどこっちのやつらと来たらもっと上手なんでござんす。何せまず第一に実務家なんでござんすからこの方は主に ニヒリのの結果というようよなものでしょうが、しかも一本道を通ってきたんではなくって耳学問でカタツラを通ってきて何かの雑誌へ論文を書いて意見を述べるなんかってことはしないですぐにもう実行するんですって。まあ例えばプーシキンなんかってものは無意味だの「ロシアは当然いくつかに分裂しなくてはならんどな」と「そんなことは点で問題にならんです」実際。 けれどもし何かして貸そうと思うとたとえそれがために八人の人をやっつけなければならないようなことになっても万難を排して成し遂げるのは当然のことであるとこう思っているのです時に公爵どうも私はやはりお勧めいたしたくはないんでございますがしかし無意識に公爵はもう来客を迎えるために戸を開けようと歩き出していた。 あななたはなすってるんですねレーベジェフさん。と彼は微笑みながら言い出した「あんたのおいごさんはだいぶあんたを抱きつけたもんですね」「リザビータ・プロコフィーヴァーさんこの人の言うことを本気にしないでください」はっきり申しますとゴルスキーやダニーロフのような人物が出たのはほんの偶然のことでしかもこんな人たちもただ。 思い違いい違をしているだけのことでただ僕はここで皆さんの前で会いたくはありません失礼ですけれどリザビータ・プロコフィーブナさんもしあの連中が入ってきたら僕はお目にかけてそれから連れ出したいと存じますがさあどうぞ皆さん彼はむしろ別の彼にとってはまことに辛い考えに心を痛めつけられていた。 彼の胸には夢のようにぼんやりと次のようなことが浮かんでくるのであった。この事件は今ちょうどこの時刻に頃合いを見計らってこうした証人のいる前でしかもおそらくは彼を勝たせるのではなく大恥をかかせるのを予期して誰かがうまく仕組んだのではなかろうかと。が彼はまた自分の変態的な 意地の悪い疑い深さを顧みてあまりにも悲しかったもしも自分の心の中にかような気持ちを抱いていることを誰かに知られていたら多分彼は死んでしまっていただろうやがて新しいお客たちが入ってきたちょうどその時彼は道徳的な意味で自分の周囲にいる人たちの誰よりも 自分ははるかに下等なのだと心から考えようとしていた5人の男が入ってきた4人は新顔で後からついてきた5人目はイボルギン将軍であった将軍はひどく憤慨し興奮して燃えるような熱弁をふるっていた この人は必ず僕をかばってくれるだろう」と公爵は薄笑いを浮かべながら考えた講釈もみんなと一緒に滑り込んで来客の一人である一歩リットと熱心に話をしていた一歩リットは耳を傾けてみやにゃ笑っていた公爵はお客たちに腰をかけさせた 彼らはいずれも年の若いまだ一人前になってさえもいない連中なので偶然にこの連中がやってきたこともこの連中のためにわざわざ隠しきばるようになったことも脅威に値するほどであった例えばこの新しい事件については何ら知るところもなく理解するところもないイワン・ヒョードルビッチ・エバンチンは 連中があまりにも若いのを見て憤慨し始めもしも夫人の公爵一個人の利害関係に対する夫には不思議なほどの熱意が彼を牽制しなかったならば必ずや反抗したに違いないと思われるのであるもっとも彼は半ばは好奇心半ばは人が良かったので何か助立ちもしとにかく 事故の権威を持って役に立ちたいとさえも考えながらその場に踏みとどまっていたところが中へ入ってきたイボルギン将軍が遠くの方から会釈をするとまたもやいまいましくなるのであったそこで苦いなしい顔をして今度はもう絶対に口をきくまいと決心したさて 4人のの若い来客のうちには、ただ一人30歳ぐらいの男がいてこれは元はラゴー人組の退職注意で検討家であり希望者には15銀ルーブルで検討を教えていた男である。察するに彼は心からの友達として他の連中に勇気をつけいざという場合には護衛するつもりでついてきたものらしかった。 その他の他連中の中で頭株になっているのは自分ではアンチープ・プルドフスキーと名乗りを上げたが仲間の間ではパブリシチェフの息という名で通っている男であったこの男は貧乏らしくいかにも無性な支度をしている青年で両ひじのところが鏡のように光るほど油で汚れたフロックに上までボタンをかけたこれも 油じみているジョッキをつけワイシャツの行方もわからないほどの着方をし極端に油がにじみ出てよれよれになった黒絹のおショールをつけ洗いもしない手にひどくニキビの出た顔をしブロンドの髪にもしもこんなことが言えるものなら罪がなくて恥知らずな目つきをしていた彼は背は低くなく痩せていて年は22くらい その顔にはいささかの日にめいた影も自らをりみる気配も感じられなかったそれどころか自己の権利なるものに対する全くの愚鈍な浸水とそれと同時に絶えず自分は踏みつけにされてそういうふうに自分を感じようとする不思議な普段の欲求とも言うべき妙なものの影が浮かんでいた。 彼は興奮してなんだか語尾を濁しながら話してでもいるかのように咲き込んでともりながら話しているのでともりなのかそれとも外国人なのかとも思われたその実は生っ粋のロシアの生まれなのであるまず彼の後ろから真っ先にやってきたのは既に読者に知られているレーベジェフのおいでその次は イッポリッドはいたって年の若い男で17かせいぜい18くらいの若い衆で知恵がありそうでしかも常にイライラした顔つきをしてその顔には恐ろしい病気の痕跡が残っていたまるで骸骨のように痩せ衰えて青白みがかった黄色い色艶をし目は輝き 両方の方には2つの赤い斑点が燃えるように鮮やかに見受けられた。彼はひっきりなしに酒をしているので一言言うごとにほとんど一息ごとに息せききってしわがれた声が混じるのであった。彼が極度の肺結核にかかっていることはちょっと見ただけでも明らかであった。もうせいぜい。 2 3週間の寿命であろうと思われた彼は非常に疲れていたので誰よりも先にぐったりと椅子に腰を下ろした他の連中は入ってくる時に幾分硬くなって多少まごついていたしかももったいぶって辺りを眺めどうかしたはずみに威厳をなくすることを恐れている風が、 あありありと見えていたこの威厳なるものは何の役にも立たない世俗のありとあらゆる些細なこと偏見だとかないしは自分自身の利害関係を除いた俗世間のほとんどあらゆるものを否定しているものの成果に比べるとき妙にそぐわないものであった。 アンチーププロドフスキーです。とせかせかとともりながらパブリッシチェフの息子が名乗りを上げた「ウラジミル・ドクトレンコです」と澄んだ声できっぱりとまるで自分がドクトレンコであることを自慢でもするかのように自己紹介をしたのはレイベジェフの甥であったケルレルです。 退職注意がつぶやいた。「イップリッド・テレンジェフです」と最後の男がいきなり甲高い声でわめきたてた一同の者はついに公爵と向き合って一列に腰をかけ直ちに自己紹介をすると渋い顔をして元気をつけるためにそれぞれ一方の手から一方の手へ帽子を置き換えた。 誰も彼も今にも話を始めようとする身構えはしていたが挑戦的な顔つきをして何かを待ち受けながら黙り込んでいたその顔つきには「いや兄弟冗談じゃねえ担がれてたまるもんか」と言ったような調子が読まれるのであった中で誰か一人まずきっかけを作るためにただの一とでも言い出したら たちまちま一斉に我先にと互いに邪魔をしながらも話し出したに違いない気がした8皆さん僕は一人もおいでになるとは思っていませんでしたと公爵は話し出した今日の日まで僕は 病気をしていたんですけれど、お話のことは、もう1ヶ月もガブリイラ・アルダニオノビッチ・イボルギンさんに委任しておきました。そのことについては、あなたの方へもご通知申し上げておいたはずです。最も,も僕は決して、僕個人としての弁明を避けるわけではありませんが、ただお含みをいただきたいのは、自国が自国ですから、もしそんなにお暇を取らないのでしたら、 一緒に別の部屋へい何しろこちらにはただいま僕の友人諸君がおられるものですからどうかその辺は「友人諸君それはいくらたりでもお好きなだけしかし失礼ですが」とまだそれほど大きな声は立てなかったが不意にデーベジェフの老いが。 「まるで訓戒でも与えるような調子で遮った」「失礼ですけれどこっちには文句があるんです」「あなたはもっと丁寧に扱ってくれてもよかりそうなもんですね」「二時間も下男の部屋に渡せるなんてことをしないで」「そしてもちろん僕だって」「でもこれは公爵流っていうもんですよ」「そしてこれはあなたは」 してみると将軍なんですね。でも僕はあんたのゲなんじゃありませんよ。そして僕は僕は。とアンチープ・プルドフスキーは極度に興奮していきなり早口で言い出したが唇を震わし非常な屈辱を受けたかのように声を震わし口角アワーを飛ばしてまるで自分が破裂したかあるいは八つ咲きにでもされたかのようであった。 しかしあまり不意に焦り出したので10個止めくらいからはもう何が何やら訳が分からなかった「あれが婚献流ってやつさ」とかんだ高い割れねのような声で一歩リットが叫んだ「もし俺がこんな扱いを受けたのなら」と検討家がブツブツ言い出した。 つまり直接に相当の地位にある俺自身に関したことであったのならまたプロトフスキーの位置に置かれていたのなら俺は皆さんたった今僕はあなたたちのいらしたことを知ったんです本当に公爵はまたもや繰り返した僕らは公爵あんたのお友達が誰だろうと そんなことは平気ですよ。僕らは当然の権利があるんだから。またもやレーヴィチェフの老いが言い放った。しかし失礼ながらお尋ねしますがあなたいかなる権利があって。と一歩リッドはまた金切り声を出したが今度はひどくふんがえしていた。 プルドフスキーの事件をあなたの友達連中に審判させようって言うんですかけれども僕たちはあんたの友達に審判してもらおうってつもりはないんですよ。あんたの友達の審判なんかどの程度のものくらいかは分かりすぎるくらい分かっていますからね。けれどもプルドフスキーさんここでお話しするのが嫌でしたらと相手のこういった切り出し方に 非常に驚かされていた公爵はやっとのことで口を入れることができたさっきも申し上げたことですがすぐに別の部屋へ参ろうじゃありませんかあんたたちのことはもう一度繰り返して申し上げますがたった今聞いたばかりでだってあんたにそんな権利はありませんよそんな権利はそんな権利はありませんよ あんたの友達だの、友達全く。とそやな用心深い目であたりを見回しながらいきなりプルドフスキーはつぶやき出したが他人を信用せず危機すればするほどいよいよ間借が起きるのであった「あなたにそんな権利はないんだ」。こう言ったかと思うと うっつり立ち切ったように口をつぐんで黙々として赤い際立った血筋の見えるひどく飛び出た菌糸眼を突き出し全身を前にかがめていぶかしげに公爵の方を見下ろしたこれには公爵もすっかり驚いてしまって自分も口をつぐんで目を丸くして一言も物を言わずに相手を眺めていた。 デフニコライ・ビッチさん。とにわかにリザビータ・プロコフィーブナが呼びかけたさあこれを今すぐ読んでごらんこれは直接にあんたの事件に触れていますよ彼女は慌ててある週刊のユーモア新聞を差し出して記事のところを指さしたデーベジェフはお客が入ってきた時に 横の方から駆け出してきて一言も物を言わずにこの新聞を脇のポケットから引っ張り出し印のしてある段のところを指さしながら夫人の目の前へ突き出したのであったデーベジェフは前から将軍夫人のご機嫌取りに奔走していたのであるリザビータ・プロコフィーブナはざっと目を通してみて少なからず驚きひどく 心をかき乱されたけども声を出して読まない方がよくありませんかと公爵はかなりドギマギしてつぶやいた僕は一人で読みましょうあとでじゃあいっそお前が読んでごらんきに声を出して声を出してね リザビータプロコフィーブナはたまりかねて公爵がやっと手をかけたばかりの新聞をひったくって考慮の方を向いた大きな声で誰にもよく聞こえるようにリザビータ・プロコフィーブナは熱しやすく夢中になる夫人であったから時にはゆっくり考えもしないうちに空模様を調べもしないで 怒りを全部引き上げ外海へ乗り出すようなこともするのであったイワン・フヨードルウィッチは不安げにもじもじしていたしかし誰も彼も1分間ほどの間はゆっくりなくも口をつぐんだまま下そうに待ちもうけていたコーリアは新聞を広げて駆けつけてきたレイヴジェフが教えてくれたところから声を立てて読み始めた 無産者と貴族の末裔、白昼日ごとに行われる強盗のエピソード進歩改革正義機械なる事件は我がいわゆる神聖なるロシアに勃発一つあるしかも改革と会社経営の盛んなる時代民族性をうんぬんし年々数億の成果が外国に流出する時代工業を奨励し 労働者が手をむなしうするこの時代、とうとう、前挙にいとまなき現代においてである。諸君、まず、当問題の核心に入ろう。ここに生ぜる危機快快なるアネクドとなるものは、すでに相びせるところの我が国の地主階級の末裔の一人に関するものである。しかも、かかる末裔なるものは、 すでに祖父たちはルーレットによって信頼をすり父たちはやむなく軍隊に入って見習い師官内しは注意となり例によって罪なき監禁秘書のごとき者によって軍法会議に伏せられて獄死しその子に至ってはこの物語の主人公のごとく狂人として成長しあるいは刑事上の問題にさえも関係しながら たかる事件に対しては教訓または強制に重きを置いて陪審員が大いに弁明するのであるがさもなくば結局民衆をしてあぜんたらしめたださえも悪化せる現代をさらに侮辱するごとき囚行をあえたして身を終わる始末である時にこの物語の主人公たる松江氏は半年ほど前に 外国風のゲートルをつけ裏もつかざる街灯をまとって震えながら病気の治療を受けていたスイスより冬のロシアに帰ってきたものであるここに正直に言えばこの男は幸運児であったされば彼はすでにスイスにおいて治療せし興味ある病気については言わずもがなある階級の人種は幸福なりとの ロシアののことわざの真理たるをを身をもって証明し得るであろう。静かに考えても見たまえ、父の失せる際には、噂によれば、父は陸軍中尉であり、全中隊の金をたちまちのうちにカルタによって、飛翔したためか、あるいは部下に対して、極度の体罰を与えたためか、軍法会議に回されているうちに、 死んだのであるこの公爵は赤ん坊であったために去るロシアの極めて不遊なる地主の行為によって引き取られ養育されることになったこのロシアの地主は仮に「ペイ」と呼ぶことにしよう以前の黄金時代には4,000人のノートレイの所有者であったが「ノートレイ諸君かような言い方がお分かりだろうか 僕にはわからない。大事点ででも調べなければならぬこの話は生新しいがなかなか本気にはいたしかねるという類のものだ察するに外国に肝臂月を送り夏は温泉に暮らし冬はパリのシャトー・ド・フレイルに暮らしてそんなところに莫大な金を落とすというような ロシアの野者やアブラム氏ののラやブム人であったらしい。少なくとも昔の濃度から上がってくる小作量の3分の1はパリのシャトー・ド・フレールの経営者のポケットへ収まったということだけは明言できるのであるそれはさておき何不自由のないペイシは親のいない男爵様をまるで公爵のように育てて 自分がついでにパリから連れてきた男女の家庭教師をつけておいたしかし一門のうちの最後の家族の末消は病気であったシャトー・ド・フレールから連れてきた家庭教師は何の役にも立たなかったこの教え子は二十歳になるまでロシア語も含めてどこの国の言葉をもただ単に話すことさえも習わなかった もっともロシア語は許すべきであるやがてついにロシアの農度所有者の脳裏にスイスへやれば病人に知恵をつけることができるという一つの空想が浮かんできたもっともこの空想は論理的なものであったノラクラ者の大地主が金さえ出せば市場で知恵が買えるのだましてやスイスへ行けば 想像したのは無理もない話である。スイスい行ってある教授のところで療養しているうちに5年は過ぎた。何千という金が費やされた。もとより病人は利口にはならなかった。しかし人の話では、無論ヤクザも者には違いなかったが、どうやら人間らしくなってきたとのことであった。 ところが、ごつ然と、ペイシが亡くなった。もとより遺言はなかった。あとのことは、例によって、ぞっとも整頓されてはいなかった。欲に絡まる相続人は山ほどいたが、こんな手合いには、お情けで生まれつきの病気を治してもらいに、スイス3階まで行っている一文中の最後の末裔のことなどは、 ちょっとも構っっっもかてはいられなかった。この末裔は病気には違いないが聞くところによればそれでも教授を騙かして2年の間恩人の亡くなったことをおし掛してうまくただで治療をしてもらったというしかるにこの教授そのものがかなりの食わせ者でやがてついには金のないのに恐れをなしというよりも25歳の ドブラム氏の食い位置に恐れをなして自分の古いゲートルを履かせ着古しの街灯を与えお情けに三道者に乗せてロシアへ向けてスイスから追い出してしまったのださてここでこの主人公は運が尽きたように見えるかもしれぬところがそれは全く見当違いなのだ基金によって いくつかの県の人たちを全くがし差しめた運命の女神は乾ききった野原の上を走り過ぎて太陽の上にこぼれ落ちたクリロフの国運のようにあらゆる贈り物をひとときにこの貴族に振りかけたほとんど彼がスイスからペテルブルグへ姿を現したのと時同じをしてモスクワでは彼の 母方のの身内ののが死んでしまった。この人は年を取った子供のない一人暮らしの商人でひげだらけの分離派の京都ではあったが紛れもない手の切れるような現金で何百万という遺産をこれを全部松江市にスイスで病気の治療をしてもらっていたこの公爵のす安々と残していったのだ。 さあこうなるともう万事の調子が変わってしまったある美人の妾の尻を追い回そうとしていた講釈の周囲にはたちまちにして友人やチコが雲のごとくに集まって親戚でさえも顔に見せたが何よりも甚だしいのは名家の霊嬢たちが正式結婚を渇望して蟻のごとくに群がってきたことである。 何が結構だと言ってこんなに結構なことはあるまい貴族百万長者病気こんな立派な資格をことごとく一心に備えている御亭主は提灯をつけて探し回っても見当たらないであろう注文されてもできないであろうそれは それはもう飲み込めない僕には。とイワン・フードル・ビッチは極度に憤慨して不意に叫んだ。よしなさい、コうりゃ。と公爵は哀願するような声で叫んだ。わめき声が四方から聞こえる。読むんですよ。どんなことがあっても読みなさい。 とリザビータ・プロコフィーブナが遮ったが明らかに自分自身を一生懸命に抑えようとする気配が見えていたこう言われてはニッチもさっちもいかなかったコーリアは熱くなって顔を赤くし興奮しながら困ったような声を出して読み続け始めたところがにリわかなりッがワカナリキンがいわゆる「 エムバイリアンに登ったように有頂天になっている間に一方には全く思いもよらぬ出来事が起こったのであるあるうららかな朝彼のところへ一人の訪問客がやってきたこの人は落ち着き払ったいかめしい顔をして話しぶりはいかにも丁寧でしかも威厳があり服装は質素であるか気品があり どことなく進歩的な思想の持ち主らしい感じであったやがて彼はテメジカに大意を告げた聞いてみると彼は有名な弁護士である青年に一つの事件を委任されその代理としてやってきたとのことであるこの青年というのは名字こそ違っていたが今は亡きペイ氏の息子に他ならなかった 道楽者のペーシは家に使っている女の中で正直な貧しい一人の娘でしかもヨーロッパ風の教育を受けた女の子を誘惑してやがてこの関係が近き将来において咲くべからざる結果を生むことを知って大急ぎでこの娘をある職人で勤めをさえ持っている男に片付けてしまった。この男は、 すでにいさしい前からこの娘に思いをかけていたもので高潔な性質の持ち主であった初めのうちはペイ氏も新婚の夫婦を援助していたが彼の亭主は高潔な性質の持ち主としてこれを潔しとせず間もなく彼の援助を拒絶してしまったしばらくするうちにペイ氏は次第次第にその娘のことも 娘に産ませた息子のこともすっかり忘れ果ててやがてご承知のように我が子に対する後始末もせずに死んでいったそのうちに正式結婚をした夫婦の間に生まれた息子は達恵を名乗って成長し規模の夫にあたる人の高潔な性質によって養子ということにしてもらったがしかもこの養父は壮年にして あの世の世人となったのでささやかな財産と足腰の立たない病身の母を抱えて都離れた遠い田舎に寂しく残されてしまったやがて自ら都に出て商人の家に教師をして高潔なる日ごとの労苦によって金を儲けそれによって最初は中学に入りやがて遠大なる志望を持ってさらに有用な 講義の長考生となり、とにかく生計を立てていったのである。しかるに、ロシアの商人に1時間10個ペイカくらいで物を教えたところで、そんなにたくさんの金が入るものではあるまい。それに、足腰の立たない、病心の母を抱えているのである。ここにおいて、問題が起きる。かの松江氏は、正義行動の上から、 いかかなる判断を下すべきであったか読者諸君諸君はもとより彼氏が次のごとき独り言を言ったとお考えになるであろう俺は一生の間ペイ氏から紆余されたものを厚く受けたのだ俺の教育費家庭教師の給料病気の治療費に何万という金がスイスでなくなったところで今 俺は数百万の資産を要しているが、ペイ氏の息子は軽薄にも自分を忘れ去った父親の振る舞いに対して、高潔な性質を台無しにしている。俺のために、被傷されたものはことごとく正規行動の上から行って、当然、あの息子の手に行かなければならない。俺のために浪費されたあの莫大な金は事実、俺のものではないのだ。 これは一えに運命の女神の盲目的過失であってあの金は息子が浮くべきものであったこの息子のために用いられるべきものであって断じて俺のために使われるべきではなかったそれがこんなことになったのは軽薄な忘れっぽいページの空想的な所産にほかならないのだもしも俺が全く高潔で デリケートで公平な人間だったら俺は彼の息子に全財産の半分をやるべきだろうしかし俺は何よりもまず感情高いしあまりにもよくこの問題が法律的な問題でないことを知りすぎているので俺の何百万の財産を二等分してやるようなことはしないのだけれどもペイ氏が己の病気の治療代に出してくれた 何万という金をこの息子に返してやらないとなればこれは少なくとも俺にとってはあまりにも卑怯なハレンジということになるだろう松江氏はあまりに感情高いということにもなるだろうと付け足すのを忘れていたここにはただ両親と正義行動なるものがあるばかりだもしもペイ氏が 俺を引き取って養育してくれずに俺の代わりに自分の息子のことを心配したとしたら俺はどうなったかわからないからであるところが話はまるで別なのだ我が松江氏はそういうものの考え方はしないのだこの青年弁護士が実はこの人は単に遊戯のために青年の方ではほとんど気が進まないのに 無理をしつけに、自ら進んで彼のために奔走するに至ったのであるが、この弁護士がどんなに彼の前で、名誉、謙遜、正義行動、さらに単なる利害関係の上からも、彼がいかなる義務を負うべきかを言い聞かせても、スイス仕込みの彼氏はちょっともなびかないのである。何だることであろうぞ。まず、 これまでのところはまずやむを得ないとしてもここに実に許しがたくまたいかなる奇妙おきてれつなる病気を口実しても許しがたい事実があるのだすなわちやっと自分の教授にもらったゲートルを抜いたばかりの百万長者は教師をして自らごく弁礼しつつある高潔なる青年が決して施しや 補助金をくれというのではなくたとえ法律的ではないにしても事故の当然の権利を要求ししかも自分が頼んでいるわけではなく友人が代わってアステンの労を取りつつあるに過ぎぬという事実をさえも了解しえなかったことである実に応用な顔をして幾百万かの金によって無垢の民を屈服せしむることができるようになったことに陶酔水して この松江氏は、わずか50ルーブルの紙幣を取り出して、ぶしつけにも施しをしてくれるような顔をして、かの高潔なる青年に送ったのである。諸君よ、諸君はまさかと思われるであろう。諸君は憤慨し、諸君は恥辱を感じ、憤怒の叫びをあげられることだろう。しかるに彼は、 かかるることをああえてしたのである金を直ちに返したのはもちろんであるいわゆるしっぺ返しに顔へ叩きつけたのであるさてこの問題はもはやいかなる方法をもって解決されるであろうか問題は法律的なものではなくただ単に公開して世に問うあるのみである我々はこのアネクドートを その正確なる保証をし持って世論へ訴えようとしている聞くところによればさるそうそうたるユーモリストはこの問題を一読三端すべきエピグラムに演じたるよしにして「子は単に地方のみならず都会新聞の三面においても特殊となすべき価値がある」とのことであるすなわち「レフ 抹消臭の名はシネイデルの街灯を5年の間もてあそび寝ても覚めてもひたすらにいつもつまらぬ長談義巻いたゲートル窮屈に帰れば形見の百万両やれうれしやとロシア語で神に祈りをしたものを女性の鐘を巻き上げて考慮は読み終えると 大急ぎで公爵に新聞を渡し一言もものを言わずに隅の方へかけていって隅のところへぴったりと身を押しつけて両手で顔を隠した彼にはこんなことがたまらなく恥ずかしかったのであるまだ初う々うしくこうした濁ったことに慣れきらない彼の感じやすい心は 極度にと言ってよいほどかき乱されていた彼には何かしら異常なたちまちにしてあらゆるものを破壊してしまうようなことが起こったような気がししかも声を上げてこれを朗読したというただそれだけのことによって自分がその原因となっているような気がするのであったが誰も彼もが やはりそういったようなことを感じたようにも思われた。<music>